こんにちは、Bレジェンド田中です。Bレジェンドのダンです。今日はBレジェンドのダン君にかっこいい大胸筋の作り方を教わってみたいと思います。動画の概要欄には公式 LINE やお得なセール情報が掲載されておりますので一度ご確認ください。まず軽く自己紹介ですが、私はBレジェンド田中でパワーリフティングの試合に何年か出場していました。トレーニングの解説動画なども撮っているのですが、基本的には私はオーソドックスなアプローチですね。しっかり重量をこなす、で回数を伸ばすっていう、オーソドックスなアプローチで解説しているんですが、ビリのダン君の方はフィジークの選手で、はい、一応現役でやらせていただいてます、はい。で関節の怪我が昔から多くて、そんなに重量をこなさずに、でもちゃんとフィジークの大会で入賞する体を作り上げているというところなので、オーソドックスなアプローチとしてはやっぱり重量を伸ばして回数を伸ばしていくっていうところが基本にはなるのですが、重量がこなせない方であったりとかですね、怪我とか関節の疲労とかがあってできない方であったりとか、重量ばっかりやっても、私のように形があまりかっこよくならないとか、ちょっと成長が止まってきたなっていう場合には、ダン君のアプローチ非常に参考になるかと思います。で今回は大胸筋上部ですね。大胸筋上部ですね。胸をかっこよく見せようと思ったら、やっぱり胸の高い位置からね、フィジークでも特に大事ですよね、はい。大胸筋の鎖骨のあたりから立体感のある胸の形を作るというアプローチを、ダン君に習ってみたいと思います。ちなみに私の場合は、パワーリフティングなんで、フラットベンチでやるんで、大胸筋チューブ自体は、ある程度あるのかなとは思いますけど、やっぱり競技でね、見せる人に比べると立体感あんまりないなっていう感じなので、私普段だったらインクラインベンチだいたい100で12から15レップぐらいすごいやるんですけどちゃんと効かすアプローチをよりね、しっかりこだわってやるとまた違うと思いますので、重量を今回はダンベル20キロ使っていきますね。片方アプローチすると、種目はインクラインダンベル、インクラインダンベルフライなんですけど、プレス寄りのフライっていうこの中間なんですけど、収縮はしきらないっていう種目にはなります。ダンベルなんでね、収縮しきったら負荷抜けちゃうし、ね、そうなんですよ。ダンベルの場合ここまでいっちゃうと対象部位が変わっちゃうんで、その胸に乗り続ける角度までしか伸ばさないっていうスタイルでやっていきます。なるほど、はい、フライとプレスの間ぐらい、フライとプレスの本当に間ですね。わかりました。じゃあよろしくお願いします、お願いします。これは割と上級者レベルというか、ちょっとフォームを崩すと肩を怪我してしまう種目でもあるんで、見よう見まねで僕がやるほどのストレッチをかけちゃうと怪我しちゃうんで、そこだけ注意だけお願いいたします。最初はだから慣れるまではストレッチかけすぎずに、あ、そうですそうです、ちょっと慣れてきたら深く下げてストレッチがっつりかけるっていうイメージですか。そうです、そういうイメージです、はい。なんで慣れてくるまでは僕が今からやるような、一番ストレッチかけた状態のストレッチはかけないようにだけお願いします。はい、それは45度、45度ぐらいですね、本当にインクラインベンチをする時の角度ぐらいでやっていきます。はい。で田中さんが先ほどお伝えしてくださったように、僕も怪我歴がすごいっていうところで、関節でいうと両肘、右肩、両膝でアキレス腱の炎症も起こしたり、首を捻挫したこともあったり、側腕症になって、で座骨神経痛にもなってるっていう、もう関節ほぼほぼ全滅しているトレーニーなんで、そんな中でもある程度フォームが固まればちょっとギリギリラインの無理したフォームができるっていうので今のフォームに至ったんですけども、その中でもこれは特に怪我しやすい、ちょっと調子悪い時にやったりすると僕も肩に違和感が出てきたりもするので、もう何度も言いますが浅めでお願いします。ではちょっとフォームをお伝えしていきます。まずダンベルを膝に乗っけてもらって、もうこのボッと上げる、この動作はダンベルプレスと一緒ですよね。でグッと一旦まず上げてもらったら、この時点で肩甲骨を下げます。肩を下げるですね。でこの状態で足を下ろしていると、腰が今すごいベンチプレスする時みたいにブリッジがかかってると思うんですけど、このブリッジを作ってしまうと、このインクラインの状態であったとしてもチューブにアプローチすることになっちゃうので、足を上げる、もしくはここにかけるとことがあったらこうやって足乗っけてもらったらいいんで、
しっかり腹圧を無理やりもかけれるような状態を作っていきます。骨盤はちょっと後傾させる、骨盤は後傾させますね。骨盤を後傾することでさらに上部狙うことができるので、しっかりとまずその形を作ります。またこれ結構むちゃくちゃなのが、骨盤を後傾させるんですけど胸は張るっていう、この連動を無視したやり方にもなるんで、それこそやっぱ怪我しやすい理由の一つにもなります。関節にはそれぞれ連動があるので、その連動を無視すると怪我を起こしやすくなるんですけど、その連動を無視したフォームにはなります。でですね、この状態から落としていくんですけど、本来のプレスだとこういう感じになると思います。でフライだとイメージこういうイメージだと思うんですけど、これはハの字でぐーっとプレスのように落としていくんですが、ちょっと開く、この状態で首をちょっと前に出す、こうするだけでもう胸がガーッと伸びるんで、ここ伸びた瞬間にふっと息を吐きながらここまで上げる、ここまで上げると抜けちゃうんで、このぐらいまで、ちょっと肘が曲がってる状態、伸ばしきらないような状態まで上げます。でこの時に一番フライで意識してほしいのは呼吸です。呼吸を意識するだけで効き方がめちゃくちゃ変わるんで、呼吸を止めないように吸いながら落としていって、伸ばして、もう吸い切ったら呼吸は止まると思うんで、呼吸止めても大丈夫です。でこのままふっと息吐きながら上げる、でこれに慣れてきたら、次は落とした時にちょっとこっちに開く、これが怪我の一歩になるんで、できない人はここでストップしていいです。ただまだいける方はこっからグッと開いて、さらに伸ばしてふっと上げていく、これをうまいこと流れで行っていくっていうやり方です。やるとすごいわかると思うんですけど、こういうアップでこういうトレーニングをしたりするのもあったりすると思うんですけど、これはローテーターカフという筋肉をアプローチしてて、まあインナーのマッスルをウォーミングアップする際に動かすやり方になるんですけど、この動きを落とした時にちょっと入れる、これだけでグッとさらに伸ばすことができるんですけど、その分この動きっていうのは筋肉自体あんまり強い筋肉じゃないんで、高負荷がかかると怪我しやすいフォームになってしまうので、それだけはやっぱり注意だけしてもらいたいなというふうに思います。慣れない動きでもあるんで、いきなり最初やる時とかやったら10キロとか軽い重量でやってあげるといいと思います。大体何レップぐらいのイメージですか？これは僕は1セット目は大体10レップから12レップぐらい狙うんですけど、2セット目から同じ回数ができなくなっていくんで、もうできる回数ですね。これはいつものこのドロップセットはやらない？やらないです。もう僕胸のドロップはマシンの時だけやるって感じですね。なるほど。フリーでやっちゃうとどうしても代償動作が大きくなって対象部位から意識が抜けちゃったりするんで、それやったら違う種目でまたちょっと集中できるようにとか、そっちに意識するんで、今回は多分だいぶネチネチじゃないです。ストレッチ種目なんで、どのぐらいの位置にトレーニング組み入れますか？インクラインがメインの日だと2種目目、まず重量こなした後にストレッチとして入れる感じで、チューブがメインの時は4種目目ぐらいに入ります。もしくは3種目目に入れてますね。その時のジムマシンの空き具合なんですけど、インクラインベンチで重量こなしてストレッチとして今のダンベルで入れるって言うんです。そうです、そうです。グリップは通常のフライとプレスの間ぐらい、こんな感じ、間ぐらいのハの字のイメージで、はい、こんな感じですかね。そうです、そうです、この感じです。わかりました。はい、これもストレッチしてる時を握り込んでしまうと、その握り込むのに意識がちょっと飛んだりするんで、ストレッチかけてる時は指が引っかかってるぐらいのイメージです。押す時だけ握るって感じ。あ、そうです、そうです、うん、OK です。割とさっきの説明の時でもう僕胸やばいです今ゆっくりやりすぎて。このぐらいかな、はい、トップで肘ちょっと曲げてですね、ちょっと曲げて、まあ、肩甲骨グッと下げていきます。はい、ふーっと息を吸いながら落として、それそこからさらにストレッチかけるんですけど、まず最初数回は普通にやってもらっていいです。最大のストレッチはかけなくていいです。いいですね。息吸いながら呼吸を止めないようにで、グッと上げる。そうです、そうです、そうです、そうです。いいですね、もうやってますもんね。さあグッと落として、そこからちょっと気持ちこっちに、そうです、
じゃあしっかり外線入れていきます。はい、外線を入れる、そうですそうですそうです、いいですね、もう血管がバチバチ走ってますもんね。そこから落とす、プレスの時に若干グッと肘が締まっちゃうんで、このままの軌道で、このままの軌道、それ、あ、これです。それ、それです。グッと上げて、そのままの軌道で、もう首上げなくてもいいですよ。上げなくても伸びてくると思うんで。で、こっから、いいですね。吸って、呼吸止めずに、ここはしっかり吸って、いいですね。吸えなくても伸びきったところ、そこで大きく息吸ってもらっていいです。そっから、はい、いいですね、まだ伸ばしてちぎれそうな感覚わかります、筋繊維がなるほど、ちょっとどこに効いてるか確認します。あー、釣りそうすごいこの角度で見てもらったらわかるんですけど、すごい血管が浮き出て始めてるのがトレーニングしながらでも、やっぱこう上がるときに若干脇締まってたときの収縮ポイント若干チューブ寄りにはなるんで、はい、より鎖骨だけで上げるイメージですね、うん、位置的にはどこに疲労感感じてたらいいですか。もう鎖骨の真下ですね。鎖骨の真下、効きすぎてるときは鎖骨が痛くなるときあります。うん、うん、ちょっと今収縮させるとつりそうなんでちょっと伸ばしながらいきます。これが僕が耳鳴りする種目です。なるほど、ゆっくりやりすぎて呼吸意識しながらやったりするんで、終盤はでも呼吸が止まっちゃうんで、その止まり始めてからがもう地獄の始まりなんですけど。改善点なんか気になるところありました？今途中その脇がちょっと締まるぐらい、こう伸びきってて負荷が抜けてたって感じですか。このぐーっとストレッチかけてこういくじゃないですか、はい、ここから上げるときにこう締まる感覚があったんで、うんこのグッと、そうです、になってたんで、あ、そうです、この角度のままこの辺で上げるイメージを、もうちょっとフライ感を、あ、そうです、強調したらいいって感じですね。なんかちょっと肩のフロント全部に入っちゃっても大丈夫です。なるほど、はい、ただ本当にちょっとミスったら怪我するんで、あのフォームはこの特にこの動きを入れた時に、うん、外旋はあのぐらいでいいですか。あのぐらいでいいです。あれ以上いっちゃうと危ないんで、もう本当に硬い人とかやったら首こうやってやるだけですぐ伸びるんで、あんな下ろさなくて大丈夫です。ある程度柔軟性が出ないとあんなに落とせないんで、硬い状態であれやっちゃうともうシンプルに怪我しちゃうので、それだけ注意してもらったらなと思います。これ筋トレあるあるなんですけど、慣れないアプローチしたら釣りそうになりますね上よく胸とか結構慣れない種目やると釣りそうなんですけど、今も釣りそうです特に1回の時間が長いんで、よりずっと胸に緊張がしてる状態なんで、胸が、まあ、負荷を動作中抜かないっていうのも大事ってことですね。はい、よし、2セット目いきましょうか。2セット目じゃあ何回できるかですね。回数落ちるのかありますね6回とかで、あ、やべえってなるかもしれないですからね。よし、よいしょ、下げた時は握りすぎないってことですね、はい、いきます。はい、落として、そうですそうですそうです、イメージそうですね。よし、ここまででいいですね、もう上げるのは。ここで、この、そこです、ここの位置ですね。3、息吐きながらぐらい、いいですね。4、血管がすごい。5、ぐーっと落として。そして6、はい、7、呼吸止めないようにしっかり、8、はい、OK です。8回ぐらいでいいですね。ここからのアングルでぜひ血管見てほしいですもんあと1セットですね。あと1セットですね。オーソドックスなフライ、このぐらいのリズムでやるフライだったら40ぐらいでも15レップぐらい全然いけるんですけど、20できついです20できつい。確かに、もうこれは2セット目で8回になりましたもんね普通にきつい。こっから突き出して、はい、意識的に外旋かけて
外旋でこうねじる動きかけて、はい、ストレッチかけるんでめっちゃきついですねこれまた収縮しきらないのがポイントでもあるんで、だから僕で普段の重量の半分ぐらいでやってるんで、まあ、トレーニング歴長いんで多分動作を外旋入れてもそんな怪我しにくいとは思うんで、うん、半分よりちょっと下げるぐらいで、いや本当そのぐらいで普通のフォームでフライインクラインフライやって、普段が12キロぐらいでやってる人だったら5キロぐらいからスタート、いやほんまそれでいいです、いいって感じですね。僕もスタートはこれ12キロとかだったんで、普段プレスとかはそれこそ30から40ぐらいでやってたんですけど、それでも12スタートで最初パンパンだったんで、一発目からこの20キロできるのはもう田中さんやからっていうことですねこのトレーニングパッとお伝えして一発目にできるのはやっぱさすがやなってめっちゃ思います危なっかしくて僕もあちょっと待ってみたいなのがあるんですけど、普段は全然いきなり難しいよね、その動きをイメージして再現するのは難しいです。特にこの動作入れちゃうと一気に胸抜けちゃう人も抜けちゃうんで、逆にやりすぎちゃったりとか、体硬い人もしかしたらこの瞬間にちょっとこうストレッチかかりすぎて力オフになっちゃう、はい、ありえるんで、まあアップでちょっとそうならないか確認してもいいですね、うん、体硬い人は。45度でこっから外旋入れて突き出して、はい、グッとこうですね。ストレッチしてる時に筋肉をコントロールするっていうのが多分まず難しいんで、もう落とすのはこのぐらいで、伸びたかなぐらいで上げんの、ちょっとほんまに肘僕らここぐらいまで上げてますけど、最終こんぐらいの動きだけでも全然大丈夫です。もうストレッチに特化してるメニューになるので、抜ける瞬間をもう作らないのを優先する考えだと、もうコマでもいらないってことですね。だから、あ、そうですそうです、ここでストレッチ常にかかってる可動域でも十分ってことですね。そうですそうです、うん、フライとかだとケーブルでやる人が多いと思うんですけど、ケーブルでこう前に立ってこういう感じでやってる人よく見ると思うんですけど、これももう正直ここまでで全然いいんちゃうかなって僕は思います。もうその代わりプレス系の種目、それこそインクラインベンチ、普通のベンチプレス、インクラインチェストプレスとか、こういうマシンとかでプレスする種目とかでもう収縮しきっとくようなことをしてれば、もうここはストレッチだけで全然いいのかなっていうふうに思うんで、理想としては最初にインクラインベンチである程度重量触る、はい、ストレッチかける、最後に収縮種目を配置しとくって感じですか。配置したりしますね。僕はそれこそ上部メインの時は上部上部チューブチューブ下部で終わったり、チューブメインの時はチューブチューブ上部上部下部で終わったりするんですけど、ここ最近は逆にチューブ上部上部下部で終わる時もあります。だからチューブはもうプレスだけ、こんぐらいまでストレッチかけてると正直大胸筋チューブの方もストレッチかかってくるんで確かに じゃあストレッチの種目はもうインクラインの種目でまとめてやっちゃって、あとはもうプレスだけやろうって日もあります、うん、フラット、インクライン、ディクラインで、まあ、ストレッチかけるのは必ずしもその3つもやんなくてもいいってことですね。あ、そうですそうです。もう今のこのストレッチはシンプルにもうめちゃくちゃかかってるんで、正直チューブもやらなくても、うん、この後チューブやったりしてももうよくわからない感覚になるんで入ってんのかどうかみたいな、それやったら僕はプレスやりますね。チューブが欲しかったりとか、それこそ結構ここがつきにくくなるじゃないですか。なんでチェストプレス横向きに座ってこうしたりします。うん、片手でね、はい、両手だとここまでしか収縮しないけど、片手だと最後まで収縮いけるってことですね、はい、ハリウッドスターのような割れた胸筋の風を作りたければやっぱこのチューブは重要になるんでやりますね最近は。わかりました、よし行きましょう。いい感じの休憩が取れたんで、ちょっと話伸ばして休憩長めにしたんで頑張ろうか。8回いけたらいいですね。割とこの今の休憩で10回上がる可能性もありますからねちょっと長めに休憩したんでね。よしよいしょ。斜めグリップ斜めにして斜めにバス、はい、今グッと落としていいですね。ここまでストレッチかけれるのがもう田中さんやからっていうのだけ皆さん理解お願いします。2、いいですね。3、吸って、呼吸できる限り止めないように吸って息吐きながらグッと、4、5、来てますね。起動できる限り変えないように。6、
ですね。ハの字から変わってきてるんで、ハの字に戻して。はい。8ですね。いいですね。若干あれなんですね。やっぱあのフライの癖で、ハの字からこの向き合う形にニュートラルの状態になってってるんで。もうちょっとこう、はい、ベンチ寄りに、まあ、プレス寄りにってことですね。はい。確かにこうだけのストレッチでやってたんですけど、こうやると、まあ、大胸筋の作用に内にねじる内旋の作用があるんで、まあ、あえて逆に入れてたんですね、はい、めちゃめちゃストレッチ感がありました割とそこよりもみんな下げよう下げようとするんですけど、うん、下げすぎても次胸から抜けちゃったりするんで。確かに下げすぎるとなんか肩のフロントがめちゃ伸びてるような感じが、はい、多いですね。そうなんですよ。このまま下げちゃうと肩のフロントが伸びるんで、ここからこっちにちょっとひねるだけで見た目はめっちゃ下がるように見えるんですけど、胸に作用したまま最大ストレッチをかけれるなって僕はやってて感覚で感じたんで、個人的に取り入れてるんですけど、他でやってる人はあんま見ないですね、うん、よっぽど慣れてないと確かに肩もね、はい、ダメージはあるんで、まあ、僕は全然大丈夫だったし、ボトムで外旋入れるとなんかすごいストレッチ不思議な感じですね、はい、こう普通に考えたらあんまりこの動きに至ろうとしないですもんね、うん、確かになんかボトムの重量の受け感が外旋入れることでより大胸筋にフォーカスされてるような感じはすごく感じたんで、まあ軽めでちょっとね取り入れてみるのはいいのかなと思いますので、僕はすごい効いたんで。ストレッチ胸の種目正直ねダメージ残るんでちょっとやってなかったんですそれこそ重量上げようと思うと次結構響きますからねこの種目は。 で、ね、でも週1ぐらいはちょっと取り入れて様子見てみようかな、うん、僕の今の基本的な組み方は一応パワーリフターの名残もあるので、フラットベンチやってインクラインベンチやって、インクラインベンチラストの方はちょっと手幅狭くしてちょっとこう収縮させるようなギュッとやるような感じに入れて、で最後カブ狙いはディップス、はいはいはい、よくやってたんですけど、僕結構ディップスの場合肩に入りやすいんで、リクラインベンチに今切り替えて、ベンチばっかりやないかっていうツッコミがめちゃめちゃプレスですねあるかもしれないですが、カブは特にね僕の場合はプレスの方が入りが良かったし、まあ、形がね明確にプレスに変えたからの方が変わってきたんでプレスやって、ただまあプレスプレスプレスばっかりなんで、インクラインベンチ重量やった後にちょっとこれ取り入れてみようかなと。ぜひぜひ。ちょっと僕インクラインベンチの時の特殊なやり方ですけど、ストレッチかける時にちょっとこう入れて、はいはいはい、ギロチン気味にギロチンにして伸ばすようなアプローチはよく入れてるんですけど、こっちに伸ばすってやっぱ新鮮でしたね。結構そうですね、スミスマシン特にそれこそその動きが絶対できないんで、ダンベルならではではありますね。ね、面白かったです。ストレッチのかかり方、本当この外線入れた時の受け感がすごい強烈にここに来る感じあるんで、ぜひ試してみてください。私もちょっとしばらくこれやってみようと思います。今回のダン君アプローチも採用で、いや今のところ 100% 採用 で、 で、ね、以前動画で紹介してもらったインクラインのケーブルアップライトローで、まあ、ずっと収縮入れっぱなしのインクラインのカールですねは実はやってます。おちょくちょくやってます。徐々にこう体がねちょっと今までと変わってきたぞってなったら、ダン君アプローチが効いてきてちゃんとこう継続して様子見たいと思います。はい、じゃあ今日の大胸筋上部ですね、ちょっとダンベルでプレスとフライの間でね、ちょっとこう特殊なボトムのストレッチと、上げた時にここまで上げずにちょっとこう残しながら、肘曲げて残しながらっていうね、ストレッチを強烈にかけて最後は負荷を残しっぱなしにというねアプローチでした。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。 B レジェンドの公式 LINE ではお得な情報を配信しております。お得なセール情報や新商品の情報も掲載されておりますので、概要欄を一度ご確認ください。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。